私の愛を求めてる人がまだまだたくさんいるのかな。なかなか面白そうじゃん。なかなか面白そうじゃん。新しい修行に行くの？私を連れて行って。
をしていたのではないのか。どうしたここに。かわいい蝶々を見つけて追いかけてたら、いつの間にかこんなところに来ちゃったんだ。この優しいお姉ちゃんが私を上層まで送ってくれるって、はあ、そういうことか。すまない、いい不倫は世間知らずでな。一人にすると魔物に襲われかねない。どうか上層まで送り届けてやってくれ。俺にはやるべきことがあってな。では失礼する。私はあんなに急いでたんだろうね。ガルダイタスはもともと聖域の門番だったんだよ。でも自由な生活をしたいからって仕事を辞めてどっかに行っちゃったんだ。代わりに私が仕事を引き継いだんだけど、まさか仮装に来てたなんて。私は彼女に話がある。先の交差点で少し待っていてくれ。お前の噂は聞いている。
困っている仮想の住民に手を差し伸べ、各地に現れた魔物を倒し、魔物を操っていた者も退けてくれた。その活躍が皆へ魔物に対抗する勇気を与えている。以前は想像すらできなかったこと、お前のおかげで実現する可能性が見えてきた。お前のような友人を持つガルダイトさん、本当にこの世界に変革をもたらしてくれるかもしれない。ああ、彼は私と違う。一度決心したことは最後まで貫く人間だ。彼は聖域のものだったが、仮想のさまざまな不正を目の当たりにして、人々を団結し、圧政に立ち向かうと決意した。最近だが、彼も今は上層の貴族に狙われるようだ。聖域からも暗殺者が派遣されている。もし彼に会ったら、身の安全を守るよう注意して。君たちの飼い主は上層の者か、それとも聖域の守護者様か。そんなの知る必要はないよ。だってあなたはアンとネロのターゲットだもん。君か。なぜここに。なるほど、聖域の手先か。そこの人、アンとネロのターゲットを助ける気？それじゃあ、あなたも排除リストに入れることになるよ。
ターゲットはまだリストに残ってる。別の機会を探さないと。助けてくれて感謝する。あの二人やはり聖域の執行者のようだ。高い暗殺技術を持っている。俺は近くの仲間に連絡し、あの巨大な魔物を迎撃しようと考えているんだ。知らないのか。雲の下に巨大な魔物が潜んでいて、そいつの背中には大量の魔物が寄生しているんだ。奴らは巨大な魔物の背中を踏み台にして次々仮想に侵入している。今まで魔物を遠ざける方法は浮遊島が上昇することだけだと考えていた。全ての魔物を駆除することはできないからな。だがあの巨大な魔物を倒すことができれば、仮想の住民はもちろん上層の魔法使いの間にも激震が走るだろう。浮遊島を上昇させ逃げ続ける必要もなくなる。大丈夫だ、皆で団結すれば必ず倒すことができるだろう。俺は引き続き仲間を招集し、あの魔物の駆除の準備に取り掛かる。そして君の力も必要だ。君がいてくれればきっとやつを倒せるだろう。頼む、どうか力を貸してくれ。よかった、俺はまず村人の避難を誘導する。ナイヤがやつを巡りの地に引き寄せる計画だ。友よ、その地で落ち合おう。必ず魔物を討伐するのだ。無事を祈っていますね。
かなか面白そうじゃ。転ぶがよい。傷つかなければ。